新奶奶，我们想请教一些事。清册庄里有没有古籍呀？要很老的那种。要找古籍吗？我想想啊。哦，那边有一间旧仓库，是属于飞云商会的，里头有许多家中堆放不下的书本，他们家小少爷有时还会过来看书呢。飞云商会的小少爷，是说行秋少爷吧？原来是他家的仓库，那我们去看看吧。助けてくれ。ん？あっちから声が。助けに行きましょう。チャンスだ。書庫の掃除をする日に限ってまさか泥棒に会うなんて。大丈夫？助かりました。僕は大丈夫です。おや、その服装からすると君は旅人ですか？それにそちらは国生さん。お会いできて光栄です。そうかしこまらないで。ここは飛雲商会の古書を保管してる倉庫だと聞いたんだけど、かまど神に関連する古書があるかどうか知っているかしら？かまど神？あれ、かまど神は岩王帝君だと聞きましたが。え、そうなのか？研究者の友達から聞いた話です。料理に必要な炉の火はかまどによって燃え上がり、そしてかまどは岩石の積み重ねによって作られたもの。これを岩王帝君の恩恵だと信じる人がいます。そういった方々は岩王帝君がかまど神だと思い込んでいるようです。確かに一理あるわ。それに関する書籍は何かあるのかしら？それは私に聞かれましても。坊ちゃまに聞いてみます。僕に何か聞きたいことがあるのかい？ちょーん、それにゆくあき。やあ、こんにちは。二人ともどうしてここに？暇だったからね。ここで本を読もうかと思って趙雲と一緒に来たんだ。僕はただついてきただけだ。まさか幽変国政もいるとは。何か重要な用事でもあるみたいだね。行く秋坊ちゃま、聞きたいことがあるんだけど、この書庫にかまど神に関する書籍はあるかしら？この書庫の整理をしたのは僕だからね。所蔵されてる本はある程度把握しているよ。僕の記憶が正しければこの書庫にあるリーユエ神話周囲という本の中にかまど神のことが書かれていた。それ借りることは可能かしら？ああ、もちろん。よければ僕が案内しよう。アショ、ここは僕に任せて、君は自分の仕事に戻ってくれ。見つけた！どうだ？探してた内容は見つかりそうか？うん、行く秋坊ちゃまの記憶力は大したものね。
リーウェ神話周囲にはかまど神に関する記載があったわ。ただ本には竜のような体躯であり、太陽を覆うほどの長い尾を持つ、爪は火を操り人間に知恵を授けた、この恩寵を受けし凡人は火によって食材を調理し暮らしを良くした。竜のような体躯、岩王帝君の伝説と一致するね。ええ、でもかまど神に関する内容はこれのみ。もっと知りたければさらに調査が必要みたい。書庫からは他に手がかりが見つからなさそうだわ。他を当たりましょう。僕の家は砲術の家系だ。かなりの数の古書を所蔵しているのだが、かまど神と聞いて少し思い当たる節がある。かつて霧州に現れたという伝説があるそうだ。真偽は不明だが。本は人が書いたもの、人の考えがそのまま本に記録される。考え方は人それぞれだ。だから本にある記述もそれぞれ異なる。残念だけどこれ以上は力になれそうにない。うん、十分よ。リーウェは広く神秘に満ちている。かつて存在していたものであれば必ず痕跡を残すわ。根気よく調査していけば何かを得られると思う。二人ともありがとう。私たちは他のところを探してみるわ。ちょっと待って、私も聞きたいことがあるの。ゆくあき、チョウウン、あなたたちの好きな料理を教えてくれないかな。料理？まさかあの料理王決定戦に参加するのか？そうだよ、そんなに驚くことじゃないと思うけど。シャンリー、あの大会はとても重要なものだ。頼むから変な料理で参加しないでくれよ。変な料理って何よ？キノコとスライム炒めのことじゃないかな。確かにキノコとスライム炒めの評判は悪かったけど、だから頑張っていろいろ調査してもっと理解を得られる魅力的な新しい料理を作りたいの。そうだったのか。それなら僕は冷菜がいい。それって趙雲は熱くて辛いものが食べられないからだろ？確かにそうだね。僕は薄味が好きだからさっぱりとした料理がいい。旬の野菜を使った汁物、魚介の蒸し煮、煮物、このあたりが好きだな。オイラのイメージとぴったりだ。ふむふむ、ゆくあきは薄味派ね。覚えておくよ。それぞれの好みを言っただけだけど、本当にこんなので参考になるのか？もちろんだよ、みんな私のお客さんでしょ。お客さんに笑顔を届けるのが料理人の使命なんだから。シャンリンは新しい料理を作るときによく突拍子もないことをするけど、その初心は変わってないんだね。美味しい料理を作れる料理人はきっとシャンリンのように純粋で心豊かでお客さん思いの人なんだろうな。いきなり褒めるなんてなんだか照れちゃうよ。ああ、時間を取らせちゃってごめんね。聞きたいことはこれで全部だよ。調査の続きをしよっか。国生、次はどこに行くんだ？そうね、かつてかまど神は霧州に現れたと言っていたけど、今の霧州は誰も訪れない荒野なのよね。近くに防除旅館があるからそこで話を聞いてみましょう。それじゃあうまくいくことを祈ってるよ。頑張ってくれ。もし何か困ったことがあれば手伝うからな。よし、防除旅館へ出発。今日はどの本を読もうかな。趙雲、一冊選んで朗読してくれないかい？そうすれば僕は頭を使わなくて済むからさ。それは読書家としていいのか？ダメかい？じゃあ
僕が朗読してあげよう。うん、この本はどうかな。愚かな男と女のたあいもない話。ゆくあき、お前の家の書庫ってなんだか妙な本が多くないか。実録、極境台の裏社会で使える技術、これならどう。なんだそれは。晴れてますね。何か気持ちが晴れるようなことでもしましょうか。え、具体的にですか？気持ちが晴れやかになるなら何でもいいですよ。原章を見つけたぞ。旅人、そしてお前たちは。オイラたちの友達だ。シャンリン、グオーパー、それに国政。国政、リーウェ七世のあの。こんにちは。いやいや、俺のような一般人がユーヘンみたいなお偉いさんと会うことなんてないから。健康的な体に筋肉質な手首、そして誠実そうな目、腕のいい料理人っぽい。わざわざ防除旅館に来るとは何か用事でも。ええ、実は。なるほど。一説によると、かまど神は霧州に姿を現したことがあるの。防除旅館はここ一帯で最も歴史ある建物だから、それに関する古書があれば保管してある可能性も高いでしょ。それでこの旅館に書庫があるか教えてほしいの。それとその中にかまど神に関するものがあるかどうかも。ああ、そういえばうちには古書が数多くあるな。俺もその中からレシピを掘り出したことがあるんだ。ただその古書がどこにあるのか思い出さないと。ちょっと探してみるから、ここで待っててくれ。そうだ旅人、お前に相談したいことがあるんだ。え、まさかモラを取るつもりなのか。俺らの仲だ、モラはいらん。ただもし時間があったら満足サラダを作ってほしいんだ。どうして満足サラダを。旅館の上の階にいる人知ってるよな。背は高くないが顔のいいあの人のこと。声が大きい、聞こえたらどうするんだ。おお、すまない。とりあえず誰のことかお前らが分かったならいい。オーナーにあいつの面倒を見ろって頼まれたんだ。だが彼は毎日のように外へ行ったり野宿したりしていて、それが難しくてな。杏仁豆腐以外あまり口にしないし。オーナーから聞いたんだが、お前の作った満足サラダをかなり気に入っていたようだ。どうやって作るのか教えてくれないか。俺も作れるようになりたい。ショーのために作るのか。お前いいやつだな。まああいつはずっとここにいるんだし悪くはしないさ。じゃあ早速探してくる、待っててくれ。ああ、早めに頼むぞ。ありがとう旅人。こちらへどうぞ。ええ、ありがとう。国政が本を読んでる間、オイラたちは満足サラダを作ろう。その間、シャンリンはどうする。私もその料理をすっごく習いたいけど、みんなここを離れちゃうなら私は国政に付き合うよ。じゃあ、オイラたちは行くか。そのまま作ってくれ、俺はここで見てる。一回見れば大体は覚えられるはずだ。これでよしと。よし、バッチリ覚えたぞ。
感謝する。手順はもう大丈夫だよな。もちろんだ。これでもこの辺りで一番の料理人だぞ。じゃあ国生と山林のところに戻ろう。国生、山林、戻ったぞ。料理は終わったの？ちょうどこっちも終わったところよ。どうだ、その本に有用な情報はあったか？いい手がかりを手に入れたわ。しかもかまど神に関して意外な記載を見つけることができたの。本には北西200里先に霧州が位置する、そこには多くの集落があり、人々は狩猟や農耕、織物などをして暮らしていた。かまど神が降臨した時、かの者は一から幾千万もの体に分かれ、無数の童子の姿となった。星が大地へ降るように、その者たちは人々の住まう地に散ると火を起こし、食の手助けをした。民はこうして火を手に入れ、温かいものを作り、米や汁を食し、獣の肉を焼くようになった。これはリーウェ神話周囲の内容と全く一致せず、矛盾する点が多いわ。一から幾千万もの体に分かれってどういう意味だ？かまど神は何人もいるのか？文字通りだとそういうことになるわね。人々の住まう地に散ると火を起こし、食の手助けをした。かまど神は料理を手伝ってくれるってこと？民を大切にする神のようだ。今2つの手がかりが矛盾してるけど、どっちを信じるべきなんだ？調査を進めてから結論を出すことにしましょう。貴重な本を読ませてくれてありがとう、元将。いえいえ、とんでもない。逆に旅人にいろいろと助けてもらったし、いつもお前らには世話になってるな。今日はちょうど手が空いてるから、みんなに美味しいものをご馳走したい。どうだ、用事は食事が済んでからでもいいだろう。はあ、この人料理の腕に相当な自信があるみたいだね。彼みたいな料理人はきっと美味しい料理を作ってくれるんだろうな。ねえ旅人、この人の料理を食べてみたいんだけど、いいよね？断りにくいわね。問題ないわよ、元将。どんな料理か期待しているわ。じゃあ少し待っててくれ。どうした？護衛が必要か？みんな、こっちこっち！ここに慣れてるのね。私とグオッパーはこの席がいい。ロロロ、ロロ。待たせたな。料理が全部完成したぞ。匂いを嗅いだだけでわかる。この人、私のいいライバルになりそう。おー、いい香り。食事を売りにしてない宿にこれほどの料理人がいるなんて思わなかった。泊まるにしても休憩するにしても、美味しい料理を拒む人はいない。ここは名目上は旅館だが、実際には家にいるような感覚で過ごしてもらうため、全てを兼ね備えているんだ。それじゃごゆっくり。俺は厨房に戻るよ。元将は今年の料理王決定戦に参加しないの？あ、もしかしてお前も？うん、参加するよ。それに決勝まで残るつもり。あなたの料理とっても美味しいから、決勝戦で会えるのを楽しみにしてるよ。はは、面白い。よし、決勝戦でまた会おう。まさか今のって宣戦布告？それよりも好敵手に出会えたという感じがするわね。
うん、彼は本当に腕のいい料理人だと思うよ。作ってくれたものも美味しいし、料理から堅実さが伝わってくる。対戦相手として申し分ないね。それに清泉町のブロックさんとの勝負以来、まだ誰とも料理対決をしてないからうずうずしてたんだ。そんな大げさだよ。あれ、クオッパー、何やってるの？あ、その子が食べてるのって国生の好物を盗み食いしないの？そんな、私のエビのポテト包み上げ。あ、しかも一つも残さず食べちゃった。もう、外にいるときはいい子にしてって言ったでしょ。ごめんね国生、後で弁償するから。大丈夫だって、もう一人前頼めばいいだろ。今日は元将のおごりだし。それは違うの。その時食べたいものが食べられなかったら、別のものを用意してもその残念な気持ちを補うことはできないでしょ。美味しい料理は感情、食材、雰囲気が一つになってこそでしょ。どれか一つが欠けたらダメなの。確かにそう言われてみればかなり的を射た考えかも。国生、今すぐ弁償してあげるから、何が食べたい？食べたい食材とかある？好きなものを教えてくれたら手に入れてくるよ。過度な期待をしたら悪いし、彼女を困らせるのも私の本意ではないわ。ここはこの子の気持ちを汲んであげて。それなら作ってもらいたい料理があるの。祖父の手記に書かれてた古いレシピなんだけど。問題ないよ、私に見せて。リーユエコーに戻ったら渡すわ。旅人、もうお腹いっぱいになったかしら。それならリーユエコーに戻りましょう。手記を取ってくるから。やるべきことはまだまだたく。私は家に帰って手記を取ってくるから、後で万民堂で落ち合いましょう。うん、なら私も準備してくるね。旅人はこの辺を見て回ってる？それとも店の中に入って休憩する？ちょうど彼女に伝えたいことがあるの。シャンリンは先に用事を済ませててくれる？はい。旅人、こっちへ。そのシャンリンとの付き合い方を教えてくれないかしら。国生、そんなことで悩んでたのか？おかしいかしら。なんでそんな目で私を見るの？国生は有能で自信があって、何でもできる感じがするから。そんなことないわ。シャンリンはいつも温かく迎えてくれるし、特に今回は私を助けてくれたでしょ。いわゆるその友達というか。とにかくあんなに親身になってくれるお人よしの女の子との接し方がわからないの。旅人、教えてくれない？そう礼を言うわ。それじゃあ
また後で会いましょう。国政照れてたな。いつもの国政からは想像できない悩み事だったぞ。少し座って待っててくれる？私は荷物を準備するから、食材が足りてるかも確認しないと。お、もう聞くのか？どうしたの？お前が聞くんじゃなかったのかよ。オイラに丸投げするなんて。まあつまりさっき防御旅館でシャンリンと国政が仲良くしてるのを見たんだけど、国政のことどう思ってるんだ？そうだな、国政はいい人だし付き合いやすい性格でしょ。誰だってこういう人とは仲良しになりたいと思うけど。お前すごいな。オイラが初めて国政に会った時なんか気難しそうなやつだと思ったぞ。そうなの？私は最初からいい人だと思ってたよ。さっきも王女旅館で国政がこっそりクオパーに美味しいものを食べさせてあげてたのを見たしね。気づかなかった？いい人なのは分かってるぞ。ただ第一印象でそれに気づけたのか？第一印象…貝は食べたことある？貝って開けにくいけど焼くととても美味しいでしょ。貝ならたくさん見てきたけど焼いたのは食べたことないな。じゃあ今度私が焼いてあげるね。つまり国政もそれと同じだよ。第一印象はとっつきにくい感じがあるかもしれないけど、接していくうちに優しい一面が見えてくるの。それにグオパーに料理を盗み食いされたにもかかわらずグオパーの面倒を見てくれるなんてすごく感謝してるんだ。なるほど。なあオイラ分かったんだけど、シャンリンって直感で動くタイプだし、だから最初から国政と距離が近かったんじゃないか。人参とカニが残ってる。それとハムとキノコも。国政はどんなレシピを持ってくるんだろう。あれ、なんか急に外が騒がしくなったぞ。何かあったのかな。あ、おっきな鳥。あの白いのって。無礼な。白いのとはなんだ。わらわにはちゃんと名がある。龍雲尺風神君だ。龍雲尺風…仙人みたいな名前だね。なかなかに鋭いな小娘よ。よくぞ見抜いた。先ほどの無礼は目をつぶろう。旅の者、久しぶりだ。なんだ、月酔い祭のためにリーウェイを駆け回っているのか。名高い旅の者がこの月酔い祭に参加するとは、今年の祭りはなかなかに侮れない。食と参賀のこと？そうだ。月酔い祭の期間は旬の食材が食べ頃となり、美食を味わうのに絶好の機会だ。君たちが祭りを多彩に飾りつける姿を見て、わらわもじっとしていられなくなってな。美食と料理を作ることに関して、わらわの腕と発想は誰にも負けぬ。仙人たるわらわの神髄を込めた新たなからくり調理神器を世に見せつけてやろう。からくり調理神器って何？からくり調理神器ってなんだ？
まあそう焦ることはない。わらわはただ挨拶に来ただけだ。時が来ればおのずとこれが何なのかわかる。それと旅人、君は食に関してなかなかの見識を持っているようだ。その時が訪れたら、わらわが意向を放つための力となってほしい。協力してほしいってことか？理解したならそれでいい。司祭を言うまでもないだろう。要件は伝えた。属世の地に長くとどまることはできない。わらわからの招聘を待つがいい。ではまた会おう。なんていうか風のような女性。いや仙人じゃなくて船長だったな。さっきの鳥すごい方みたいだね。料理もできるなんて。そうだぞ、あいつは美食家なんだ。ここに集まって何してるの？仙人ならもう行ったみたいよ。国生戻ってたのか。待たせちゃったわね。シャンリン、これが祖父の残した手記にあったレシピよ。原本は家の外に持ち出せなかったから書き写したのを持ってきたわ。けどもともとこれは祖父が古書の中から見つけたものなの。その古書自体かなり古いものだから、ところどころ内容が欠けててね、レシピも完全じゃないみたい。それでわかればいいのだけど。おお、早速確認してみるよ。うん、どれどれ。なるほど、後で試してみるよ。頼んだわ。あれ、皆さんここでどうされたのですか？この声は。お話中失礼します。私もちょうどこの辺りで買い物をしていたところ、騒ぎを聞きつけまして見に来たのです。竜宇釈風神君のことかしら。さっき私もあの方を見たわ。街中に突然現れるなんて、なんというか人騒がせな仙人ね。国生さんも彼女を見たのですか？あ、少しお時間をいただけますか？お聞きしたいことがあります。どうしたの、関羽？何か急な仕事でも？いいえ、仕事とは関係のないことです。私がお伺いしたいのは個人的な質問で、よろしいでしょうか？個人的な問題かしら。でもそんなはずは。最近は仕事で特に問題もなかったし。いいですか、私本当に聞きますよ。え、どうしたの？竜雲釈風神君はかなり長い間ここにいたようですが、彼女から何か私の幼少時代に関わる話を聞きましたか？幼少時代について？話してなかったわよ。本当ですか？よかったです。彼女はいつも関係のない話をしてしまうのです。私に関するつまらない過去を喋っていないか心配で。安心して、何も言ってなかったから。そんなこと言ったらむしろ国政も関羽の幼少時代が気になってくるんじゃないか。話さないでください。大丈夫よ、興味もなければ聞くつもりもないわ。関羽には知られたくない秘密があるってことでしょ。他人がそれに口出しすべきではないわ。これは礼儀に関わることよ、当然でしょ。土星論でオイラが口を挟む隙もない。国政さん、あなた。わかりました、ありがとうございます。あなたはやっぱり優しくて思いやりのある。
私の思っていた通りの方です。いきなりそんなこと言わないでよ。まあいいわ、相変わらず忙しいんでしょ。早く帰りなさい。そうですね。皆さん、私にはまだ仕事が残っているので、これで失礼します。国生さんをどうぞよろしくお願いいたします。ちょっと。もちろん、オイラたちに任せとけ。ありがとうございます。ではまた今度。そのことは忘れてちょうだい。みんな、ちょっと思いついたことがあるの。さっきのシンくんを見て思ったんだ。もしかしたらかまど神も仙人の可能性があるんじゃないかな。お、確かにありえるな。断言はできないけど、その可能性は高いと思う。それなら仙人に聞いてみようよ。師匠なら力になってくれるかも。師匠、つまりシャンリンの師匠は仙人なの？うん、玉境内にいると思うよ。その人のところに連れてってあげるよ。俺の娘、また料理の腕前を上げたな。シャンリンかい？シャンリンの師匠ってピンバーヤだったのか？これは驚いたわ。師匠、最近どう？元気だった？ああ、元気じゃよ。今日はわざわざバーヤの体を気遣いに来てくれたのかい？こんにちは。師匠、実は聞きたいことがあるんだ。かまど神って知ってる？かまど神か、もちろんじゃ。もしかしてかまど神と知り合いなのですか？そういえばもうそろそろ月酔い祭の時期じゃったな。なるほど、そういうことか。ほっほっ、かまど神について知りたいことがあると？はい、最近かまど神に関連すると思われる巨大な石が海から見つかり、私たちはそれの調査をしているところなんです。そうじゃったか、巨大な石が見つかりそれの調査を。皆の予想通り、わしはかまど神と知り合いじゃった。ただそれもずっとずっと昔のことじゃがのう。月酔いは元をたどれば仙人の祭儀。それを仙人のしきたりとは無縁の李勇人が真似るようになり、そして月酔いの名を借りて様々な祭りへと変化した。美しい月夜の日にみんなで集まり、おいしいお酒とお茶を飲んで料理に舌鼓を打ちながら団らんの喜びを祝うのじゃ。その後、元王帝君がある友人を忍ぶため、これらの祭りを月酔いという言葉でまとめた。天から大地を眺め、月の誓いを行う。昔を懐かしみ今を思い、
団らんを楽しむ。それが月酔い祭なんじゃ。岩王帝君。かまど神はリーゆえに数えきれぬほど貢献した。義を重んじる帝君はこの祭りで亡き友を忍ぶことにしたのじゃ。それらの祭りにはかつて存在したかまど神祭も含まれておったはずじゃ。帝君は伝統を重んじる。あのお方のようにできるかはわからないけど、これからは子孫である私たちが受け継いでいかないとね。国政よ、決して自分のことを卑下するんじゃないよ。後世の者が伝統儀式を大切にしていると知れば、帝君も必ずお喜びになる。ありがとうございます。国政様。どうしたの？国政様、行幸様がお呼びです。行幸が私を？重要なことみたいね。私は先に失礼するわ。もし私がなかなか戻らないようなら、行幸のところにいると思うから。行っちゃった。仕事モードの国政、なんだかすごい真剣な表情をしてたね。あなたたち、帝君の友人が誰なのか知りたいかい？知りたい。相変わらず鋭いの。世の中にはそれほど多くの偶然があるわけではないが、失われた祭り、かつての友人、これらはすべて同じことを指しておる。かまど神はバーヤの友人でもあるんじゃ。しかし訳あって、かまど神はこの世に存在しない。同時に人々の記憶からも消えてしまったのじゃ。そんな。この事実は誰にとっても残念なことじゃ。ただ魔人は滅びない。わしらは約束したんじゃ。第一二世紀が満ちた時、かまど神は再びこの世に戻ってくると。本当に？よかった。師匠もかまど神のことが懐かしいんだね。かまど神のことを話してる時、とても仲のいい友達のことを話してるみたいだったよ。そうじゃの。あの日々は実に懐かしい。そういえば国政が調査しておるんじゃったな。あの子は根気強く、自分が決めたことは最後まで成し遂げる子じゃ。あの子の活躍を見るのは実に楽しい。力になってあげたいのじゃが、これは彼女にとって非常に重要なものとなるじゃろう。じゃから直接教えてやることはできない。国政の祖父もかまど神について研究しておった。さすが彼の孫娘じゃ。これらの歴史はその謎を受け継いだ国政が自ら解くべきじゃろう。貧乏屋は国政のおじいちゃんと知り合いなのか？もちろんじゃ。リーゆえの者とはみな長い付き合いじゃからの。あの頃は彼女の祖父は今の彼女と同じくらいの年じゃった。まだ若者だったよ。あの二人はよく似ておる。何事にも真面目で粘り強く、恐れることなく挑む姿。リーゆえはバーヤにとって大切な盆栽のようなものじゃ。美しく繁栄していく過程を見守ってきたからの。あっという間にまた新しい世代が育っていく。実に喜ばしいことじゃよ。枝に新しい花が咲くからこそ、木は永遠に生きることができる。皆が巨石を手がかりに調査しておるのは正しい。あの巨石こそが失われたかまど神の心臓であり、かまど神に関する秘密もすべてその中にある。
わしもその石を見てみたいのじゃが、案内してくれるじゃろうか。ひょっとしたら一目見ただけで石のことがわかるかもしれん。みんな、今ちょうど君たちに迎えを送ろうとしてたところだったの。まさかその前に来てくれるなんてね。国政、巨石に何か変化はあったかい？石の一角にひび割れが生じています。中に何があるかはまだわかりませんが。おい、誰かがこっそり割ろうとしたのか？いや、自然によるものだと思うわ。私たちが持つ刀や棒ではびくともしなかったからね。どうして急にひびが入ったの？それは俗世のいろいろな行いがかまど神の力の源となっておるからじゃ。料理の熱気、団らんの喜び、ほっほっ、あと少し頑張っておくれ。真実はもうすぐ明らかになるはずじゃ。かまど神って本によると食を司る神らしいけど、石が割れ始めたってことは誰かが頑張って料理してるからとか？かまど神は世間の力が源となっている。もしかまど神が炎と食を司るのであれば、もしかしたら料理をする時の情熱がかまど神の心臓に伝わってるのかしら。今年の月酔い祭のテーマである食と参加は私と行幸が決めたの。参加する人はみんな真剣に準備をしてる。パイモンの予想もあながち間違ってないのかも。それに月酔い祭の期間中、大勢の人が故郷に帰ってきて家族と食事を楽しむから、最近はどこも賑やかなんだよね。人が多くなると祭りの雰囲気も盛り上がってくるし。リーユエが少し賑やかになっただけで石にひびが入ったってことは、もっと賑やかになったら石が完全に割れるんじゃないか？間違いないよ師匠。そうだよね。おっ、試してみるといい。ええ、料理と関係しているのならこちらも好都合だわ。今年の料理王決定戦は屋内で予選を行った後、屋外で決勝戦が行われるの。その決勝戦は民衆が観覧できるようにもなってるから、きっと盛り上がるはずだわ。決勝戦が終わったらかまど神の正体もわかる。そういうことだな。その可能性は十分ありえるわ。私はもう申し込んだから、きっと力になれると思うよ。ええ、シャンリンみたいな優秀な料理人ならきっと決勝戦まで進めるわ。料理対決の話をしてたらお腹が減ってきちゃったぞ。うーん、すっごく楽しみだ。明日目が覚めたらもう決勝戦になってたらいいな。
しんでください。